俺はついに手に入れたんだ、伝説の剣を。その名も、松明の剣。いや、大麻の剣な。他、あそこ。そうそう、あそこも行けそうな感じが。よし。とりあえずどうやらあっち目指そうかな。ちょっと戻っていくことになるけど。この下ら辺とかには別に何もないやろ。そこの祠の方が近いんかな。なんか距離感覚がよくわからんねえけど。ねえ、距離感覚が全くわからんねえけど、あれ近いんかな。あっちに行ったらここに塔があるな。こ、ん？もう一箇所のどこやった？ああ、別になんかどっちも大して変わらん感じがするな。あれ、ハイラル城か。ハイラル城にめっちゃ近いとこにあるんや。でもなんかハイラル城の近くってガーディアンとかおりそうじゃない？中に入っていかんかったら大丈夫なんかな。あそこにも塔あるよね、向こう側に。とりあえず向こう側行ってみようか、じゃあ。うん、あっち側をちょっと目指していこうかと思います。この辺は湿原のとこ？湿地帯。なんかこうやって飛び寄ったら思ったよりも遠いな。どの辺まで行けそう？この辺はあれか。集落か。なるべく近づいていきたいんやけど。あ、もうこの辺で終わりそうかな。あとはもう、走って。ん？リザルフォスがおった。へい。よし、じゃああとはもう走って向かおうか。うおー、頑張りゲージが。あ、でも思ったより近いかな。見えんけど。見えんけども。これなんかありそうじゃない？なんもなかったわ。なんか、水の中に真ん中にポツンとなんかあるけん。コログの妖精でも出てくるかと思ったけど。あ、あれがコログの妖精か。あの上におるやつ。で、向こう側に。どの辺？あの塔の近くやったんかな？そんな遠かった？な、この辺じゃなかったっけ？リザルフォスがいらっしゃるわ、なんか。ちょっとやっつけとこうかな。へいへい。どこ行った？あ、それか。君武器持ってないの？弓かなんか持っとったんかな。いや、何も持ってないね。下で戦う人？下で戦う人の、戦う派の人ですか？この辺は私が雨宿りしようってとこかな。いや、違うね。また違う場所か。はい。よし。お、うわ、びっくりした。ちょ、君ら超びっくりするやん、私。強化リザルスピアが壊れた。はいはいはい。そしてそこのリザルスピア、ただのリザルスピアか。木の盾、軽量の木材から作られているため戦闘初心者でも使いやすい盾。矢などの軽い攻撃なら受けることができる。ここもあれじゃね？お、木の弓。小型の動物を狩るために作られた木製の弓。魔物と戦うには心もとない。この辺とかなんもない。ああ、特になんもなさげやね。あ、鎧そう。んで、多分そこの、これを、アイスメーカーじゃない。マグネキャッチ。はい。マグネキャッチでこれを、もう一回。これをこの中に。あー、待って、引っかかっとる引っかかっとる。そういうのもあるのね。細かいな。はい、そしてこれを
あ、待って、まだ引っかかっとるやん。ちょ、待ってね、はい。あれ？ダメダメダメ。こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。はい、これでいいか。よし。はい。よし、コログの妖精。うわ、見つかった。ありがとう。またねー。この空を飛ぶタイプかわいいよね。で、ちょっと方向がよくわからんくなったんやけど。どこだ？私がマップピン、あ、これか。マップピン打ったとこ。ということは、こっちの方向ってことか。ピンクのやつやったよね。じゃあ、そっちに向かっていこう。なんかすごい、ただの平原にやってきたの。ね、すごい平和そうな平原にやってきたけど。でもあっちの方向にあのビームが流れとるってことは、ハイラル城があるのか。馬で駆け回りたいような綺麗な平原やけど。ただし、馬に乗るのは下手くそ。ん？こっちの方かな。なんかあれやね、夜になったら骨がボコボコ出てきそうな感じの平原やね。木の枝？なんか、もっといいものかと思ったわ。この辺もあれか。回転切りとかしたらいろいろ出てくるんじゃないかな。ね。あれ？どの、こっち？こっちの方角か。びっくりした。チュチュ久々じゃない？なんか。はい、チュチュゼリー。何？お、馬がいっぱいおる。てか、その辺なんかあれ？馬宿。新たな馬宿？よね。ほら、クリアしてない祠がそこにあるもん。へぇ、馬宿ってめっちゃいっぱいあるんやね。めっちゃいっぱいあるんやね。ほらほら、いつも通りの行商人とかも。どうもどうもー。お、頑張っ、あー、逃げた。心配だな。ゾーラ族にはもうあったかな？あったよ。この湿地帯に住んでる種族なんだけど、君と馬が合うかどうか心配だな。めっちゃ歓迎されてるから大丈夫。馬というか魚な感じなんだけどね。いいよ、そういうシャレ。いいよ、そういうシャレは。あれ、さっきの行商人どこ行った？もうたどり着いたんか。あそこにもう腰を落ち着ける感じね。湿原の馬宿。へぇ。新しいとこ来た、新しいとこ。この辺には何もないの？なんかちょっと武器になりそうなものとかさ。ん？こいつあれじゃないの？なんでここにいるの？キミチン、また会ったね。僕ちん、コログの森に帰りたいんだけど、道に迷っちゃって。馬宿の人の話では、この辺はラネール地方っていうらしいね。だったらコログの森はまだまだもっと北ってことだよね。まあせっかくだし、もう少しここでゆっくりさせてもらうとするよ。あ、ちょっと待って。くんくん、この匂い。コログの実？キミチン。森の子供たちからコログの実取り返してくれたんだね。じゃあそのコログの実くれたら、お礼にお好きなポーチを大きくしてあげる。じゃあちょっと武器ポーチをまた。ふんじゃあ、コログの実2個ちょうだい。オッケー。2個とか取られよったっけ？なんか増えてない？気のせいか。てか人と普通に話すんやね。馬宿の人の話によるととか言おったけど。タンタラララン。口で言う。なーったなった。大きくなった武器ポーチ。キャッ。はてさて、まだポーチ大きくしちゃうかな？しちゃいます。とりあえず弓、全部しよっか。全部一通り大きくしていこうと思う。盾もね、盾ももう、さらに増やしたいし。いいぞ、いいぞ。そして最後は盾。てか、あっこの場所におるだけじゃないんやね。移動するんやね、こいつちゃんと。盾ポーチ。
もう普通に里に帰ったのかと思ったよ。いいね。縦ポーチなんかすごい少なかったけんね。4種類しか持てんっていう。ありがとう。これででかくなったよ。うん、一通りやったからまあこれでとりあえずはいいよ。そしてそこのイノシシがちょっと気になってたんだけど、遠くに行ってしまった。くそ。でこの周りをちょっと一周して、お、何やってんの。あ、あの人、ヒュー、旅の人か。そうです、もう誰だっていいさ。だからちょっと聞いてくれよ。俺はついに手に入れたんだ、伝説の剣を。え、嘘やん、ほんと。ふふふ、疑うのも無理はない。だが目の前にあるのだよ。その名も松明の剣。いや、タイマの剣な。ちょっと自信ないけど、タイマーだかタイマスだか、確かそんな名前だ。分かったら行け、練習の邪魔だ。はあ、ただの松明ですよね、それ。で、この人さ、かかりこ村におった人よね。ほら、カンギスさん。ん？君は大妖精の泉を見つけてくれた。奇遇だな。君も旅をしているのか。この人も旅人やったんや。私もさらにあちこち旅をしているからな。新たに教えてやられる場所があるかもしれん。あ、マジで？もし見てほしい絵があれば出してみなさい。ほい。どうぞ。ただの森じゃねえか。この森の中を描いた絵。はて、どこかで見たような。いまいち確信がないが、すぐ南の森の中では。いや、川を渡った向こう側、底なしの間の北東にある森だったか。最近その辺りを散策したのだが、似たような風景を見たような気がするぞ。特に特徴なくない？今の絵。ハイラル城を描きよんかな。へぇ、うるさいな、シュンシュンと、ただの松明で。あ、男の子が。はぁ、あ、どうしたの？いっそお兄ちゃんもヨレール兄ちゃんも毎日遊んでばっか。説明役を僕に押し付けてさ。説明役？馬についてかな。馬宿協会快速第4章の第9項目に、各馬宿にはその地域の説明をする説明員を一人は常駐させることってあるんだよ。それを僕に押し付けて、本人たちは遊んでばっかり。この湿原の馬宿で説明員の資格を持ってるの、僕だけだから仕方ないんだけどね。かっこいいな。さてさて、それじゃあ、周辺の説明をさせてもらえますか。東には何があるの？ゾーラの里、以上。簡単だな。西は？ハイラル城。なんでも東行動っていう隠し通路があって、ハイラル城の中に通じているらしいですよ。おお、それで直接入れるん。今はどうなってるかわかりませんけどね。はい、次。北は？デスマウンテンとかその他もろもろ、以上。いいね、そのドライな感じ。南の説明はしなくていい？じゃあ何があるの？南のことならリバーサイド前で聞けばいいんじゃないですか？乾いた笑いをやめろ。え？カッシーワじゃない？君も旅をしてるのか。またお会いできましたね。お互い無事で何よりです。ところで、この馬宿のすぐ近くにも祠があります。私の師匠は、今は亡きハイラル王家に仕えた宮廷詩人でシーカー族でもありました。古の文明にも、文明にも知識があった師匠は、お姫様と共に祠に調査をしたこともあったそうです。その思い出について語る時の師匠は、それはそれは嬉しそうでした。すみません、おしゃべりが過ぎましたね。そろそろ本業に戻らせていただきます。私の師匠より直伝された古の勇者の歌、よろしければ聞いていただけますか。もしかしてまた祠チャレンジ。ありがとうございます。それではお聞きください。そこそこの土地の祠チャレンジの歌が聞けるってことかな。いや、一緒か。太古より栄えし王国ハイラル、その歴史はあるものとの戦いの歴史でもありました。災いをもたらし、幾度滅びても蘇るもの、その名をガノンという厄災です。しかしハイラルには王国を守る宿命を持って生まれ出る者たちがおりました。英傑ね。勇者の魂を持つ剣士と女神の血を引く聖なる姫、いつの時代にもガノンと戦うべく姿を現した者たちです。彼らとガノンとの戦いを語り継がれ、歌となって伝承されました。その歌本編は、そしてこれより歌うは、今から1万年ほど前の厄災ガノンとの戦いの物語です。ふんふん。
はよはよ、歌はよ。いにしえの王国ハイラル、目覚ましく繁栄の時を迎えん。その文明と技、もはや忌むべき敵、魔物すら脅威にあたわず。いにしえの民たち、その技を新たな力とすべく分霊す、分霊か、薬剤ガノンに立ち向かいし、勇者と姫に助力せんがために。ガーディアンのことかな。民が生み出したる新たな力、それは薬剤封印の寄り木となるカラクリたち。よね、ガーディアンやんね。獣の姿をかたどり、作られし4体の巨大な獣、その名は神獣。ふんふん。己の意志持つカラクリの兵、群れなし敵を襲う者たち、その名はガーディアン。めっちゃおるな、ガーディアン。類まれなる力を持つ4人の民、神獣を操る者として選ばれん。勇者、姫、神獣、ガーディアン、薬剤ガノへの備え万全に整えり。あ、これは別にあれか？ホラーチャレンジのではないんかな、別に。普通に言い伝えだけ？蘇りし薬剤ガノン、かの者にはこたびの戦い最悪となりし。今までの歴史の中で一番最悪やったんかな。旧敵に加え、新たな力の群れにも迎え撃たれたがゆえに。ガーディアン、その数をもって勇者たちを守り。この時は普通にガーディアンは味方やったよね。神獣、その巨体から猛撃を放ち、ガノンの力を奪う。いにしえの勇者、大魔の剣を持って、ガノンにとどめを刺し、聖なる力を受け継ぎし姫、その力を持って薬剤を封印せん。これが今から1万年ほど昔の、薬剤ガノンとの戦いの物語を紡いだ歌なのです。あ、普通に物語なだけか。これを伝え広め歩くのがカシーワの仕事ってこと？ご清聴ありがとうございます。またよろしければ歌を聴きに来てください。ふんふん。なるほどね。特に武器になりそうなものはなかったわ。お、中にも別に。お、これは、木のモップ。持っていくね。いらっしゃいませ。お泊まりですか？普通のベッドなら20ルピー。ふかふかベッドなら40ルピーになります。じゃあとりあえず普通のベッドで、朝まで休ませてください。ではごゆっくり。おはようございます。よく眠れましたか？それでは行ってらっしゃいませ。おいし。おー、びっくりした。中に入ってきとった。ん？てか寝ようかな。わからんけど、なんか疲れ果てとるっぽい。噂のミツバちゃん、ボリューム5。何？どれ？あ、この机の上にある本？読む。このおじさん何言い出したんかと思った。姉妹全員噂好きミツバやで。みんな家族で噂してる？今何より気になる噂はこれ。竜は実在した。見たよ、2回。そんな嘘に決まってるやん。いるわけないやん。って思うやろ？ってうちも思ってたけど、ラネール、アッカレ、フィローネで旅してた時にむっちゃ目撃情報聞いてん。フィローネって知らんな。まあ全員子供やったけど、子供？子供の竜ってこと？子供はピュアや、嘘つかへん。そやから絶対ほんまやで。あ、目撃情報が子供からの目撃情報ってこと。蜜葉おすすめ度、星4つ。あ、これすげえレシピ書いとるやん。あ、心配だな、ゾーラ川の上流。雨がずっと降り続いてるらしいからな。解決したよ、それ。ゾーラ族の皆さん、洗濯物を干せないよな。あれ、ゾーラ族って服着てなかったかな？いや、普通に来てたっけ。心配だな、オイラの記憶力。ほら、これ、何やった？リザルフォスの角と、トンボを使ったらなんかこれができるらしい。けど何が出来上がっとんかはよくわからない。ち、木のモップ取れんかったか。てかこの辺のなんかいらんもんとかあるんやない？ほら、木の枝とかさ。は？あ、ごめんね。
構えなくていいよ。あうってなったけど。てか寝てなかったんだ。普通に寝とるもんやと思っとった。警戒しなくて大丈夫よ。カシアはずっと、あ、すげえ。すげえ。なんかめっちゃ今、シュ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 って書き寄ったよ。カンギスさんやったっけ。この子はいつ旅立つんやろ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。